こんにちは、チョメです。今回のゲーム、ビレッジオブサイバーかな、読み方。ちょっと読み方調べたけど、見つからなかった。そういうゲーム。そういうゲームっておかしいな。で、人狼ゲームです。では、ちょっとやってみましょうかね。初見プレイです。スタート。チュートリアル。あ、チュートリアルを見よう。まあ、最近オンラインのやつばっかりやってるからね。ご注意。リソースのダウンロードのため、初回起動時には時間がかかります。ダウンロード後には動作が軽くなるので、あらかじめ、奇妙な噂が流れた。昼間は人の姿をしているが、夜になると本性を襲う人狼が村に潜んで、ちょっと音大丈夫かな？ちょっと待ってね。音設定を、実況中にするというね、私はそういうスタイルです。すいません。人狼なんているはずじゃないか。誤差チュートリアルね。昨日までそう笑っていた少女の無残な遺体を見せつけられて、村人たちはようやく気がつく。噂は本当だった。この村に人狼が現れたのだ。それから人狼による襲撃は毎晩続いた。このままでは村が全滅してしまう。でも誰が人狼なんだ。昼になると村人たちは集い議論を始めた。しかし人狼の正体がわからない以上、議論に進展があるはずもなく、ただの焦り合いの場と化してしまうだけだった。お前が人狼じゃないのか。そういうお前こそ人狼じゃないっていう証拠はあるのかよ。わー、疑心暗鬼ね。そしてただ時間だけが過ぎ、気がつけば夕方になっていた。もうすぐ夜が来る。夜が来ればまた人狼による襲撃が始まってしまう。嫌だ、死にたくない。切実だった。死にたくない。その切実な思いが室人たちにある一つの解決方法を思いつかせた。そうだ、容疑者を処刑しよう。もし処刑した者が人狼であれば、人狼による襲撃は止まるはずだ。襲撃が止まらなければ、次の日にまた容疑者を処刑していけばいい。生き残るために人を殺す苦肉の策だった。ああ、そういうことか。しかし生き残るためには手段などを選んでいられなかったのだ。そうして悲劇は幕を開けたのだった。今回このゲームは、オフラインで一人プレイ用だから、オンラインがちょっと苦手な人はポッチでプレイできるっていうのが、メリットです、最大の。私も、やっぱ緊張するからね、オンラインは。いろんな人いるから。一人でこうやってできるゲームもないかなって探してみたらあったから、ちょっとやってみます。電脳の村へようこそ。案内役を務めるルールーです。この村はかなり小規模な集落で、十数人の人間しか住んでいません。私もやっぱオフラインだったら実況がやりやすいわ。オンライン緊張すんだよ。あと、結構、他の人の怪しまれないように喋らないといけないから。普段は至って平和で、事件とは無縁な村なのですが、あ、でも慣れたらオンラインの方が楽しいかもしれない。まあね、最初はちょっとこっちもやってみたら面白いよって感じ。まだやってない、初見プレイだからわかんないけど。なんと、不幸にも人を喰らう、人狼に目をつけられてしまったのです。人狼とは文字通り人の姿をした狼で、外見からは普通の人間と全く区別がつきません。あなたの仕事はこの村に潜んだ魔物を見つけ出し、村に再び平穏を取り戻すこと。でも手がかりなしでどうやってと思っているそこのあなた、安心してください。なんと村には人狼に対抗すべく特殊な能力に目覚めた能力者たちがいるんです。すごいよね。例えば占い師の能力は強力です。対象の一人を人間か人狼か見分けられるという推理の方法。あ、ちなみにオンラインは占い師と預言者がいて、占い師と預言者はそれぞれ能力がちょっと違うから、このゲームをやった後オンラインやって、ちょっと占いと預言者のちょっと違いっていうのはあるからね、気をつけないと初心者やられます。ミスしちゃいます。占い師はね、最初から人狼ももう好きな人を占えるんだけど、預言者は最初は人狼ではない人が分かるって感じ。それが占いと予言の違い。ただし、声もあるのかな？まあ、別に。ただし、この力は一晩に一回しか使えないという限定的な面もあるんですよね。あ、
その後は同じ同じだからね。2日目以降は占いも予言者も同じ能力、初日が違うってだけだから、うん、そして注目すべきはこの占い師は一つの村に必ず一人しか存在しないということです。もしも占い師を自称する人間が2人3人現れたら、その中に嘘をついている人がいるということ、気をつけてください。人狼たちはただ人間をバカ化けることのできるだけの魔物ではありません。知恵がある生き物です。彼らは自分たちが処刑されないように嘘をつき、人を騙し村を全滅せんと企んでいます。ではどうかご無事で、あなたの勝利を心から応援しています。かわいい、このポーズってかわいいよね。この両手でふんって頑張りますっていう女の人、すごいかわいくない？私好きなんだよなこういうの、うん、おチュートリアルで、おなんだ、村に人狼が潜んだという噂が流れました。対抗する特殊な能力を持つ村人もいるようです。村人たちは半信半疑ながらも話し合いをするために集会所に集まりました。うん、あ、なんかこれストーリーもうまくできてるねこのゲーム。作者さんすごいな。知っているか、なんでも人狼が現れたって噂だぜ。大工大工いなくなったら困るだろ、今後の村の生活にも。うん、またかよ、どうせ今回もデマだろ。今は人に騙されすぎだぜ。こういう村だったら私一番最初に村人でも多分釣られちゃうじゃん。大工とか役に立ちそうな人残すでしょう、村人でも人狼の最後。少女部、ちょっと待って、どっかで見たぞこれ。少女部ベアトニーチェ、これさ、あれじゃない、海猫じゃない。海猫でなんか見たような気がする。ヒール君、人狼が村にやってきたって、大丈夫やベアトちゃん、なんているはず、ベアトするか。うん、懐かしいな、昔よく見てたわ、うん、レナーテさんはもう聞いた、レナーテってレナって、もうこの人ヒグラシとかウミネコとか、その作家のリューキシーさんだったかな、好きなのかな、私も大好きだけど、うん、くだらん、興味がない。すっごい家に住んでるねこれ、作ったのすごいな。ポッポッポ、村人たちのマサズキンは困ったもんだの。あ、これモデルウミネコかな、なんか似てるよなこれ。学校任せておきなじいさん、仮にその人やらが現れても俺がぶっ飛ばしてやるからよ。こういうの人狼最初釣りたいんじゃない、こういう人。うん、あんま目立つと人狼に釣られちゃうよ、釣られちゃうっていうか、なんか投票されちゃうよ。全くめでたい連中だな。平和に飽きたあの人間を刺激を求めるのよ。だからこそこういう噂が流れるのも別に不自然な話じゃないわ。おーすごいな、家綺麗だな、気なくせえな、噂の出所が特徴できねえ。最初に言い出したのは誰なんだ。はいはい、無駄なことに能力咲かないで、あなたもしっかり働きなさいよ。そうだな、俺の思い過ごしであってればよいが、わかんないな今。だがこの胸騒ぎはなんだ。あ、これから選ぶってこと、 1,2,1,2,3,4,5,6,2,6,12、 あ、1,2,1,2 もうあれなんだ、なにこれ、指示するとか、あ、次へ進むしか押せない、チュートリアルだからか。え、なに、次へ進む押しちゃったけど他が押せなかったから2,6,12、若干12人いるのか。2日目になりました。あ、初日はあれか、ランダムで殺されるからね1人、うん、まあ、あのオンラインの場合は NPC さんが毎回噛まれてるけどね。少年テイルは無断な姿で発見されました。そんなテイルくんが死んでやがるぜ、これ、ひどいよ。一体誰がテイルくんを、いやと怪しいな、誰がだって、まさかこの中に犯人がいるとでも。村に人狼が潜んだって噂が流れてたな、これはそいつらの仕業か。あ、でも殺せないか、誰が人狼なんだ、言っておくわ、僕は違うぞ、みんなそう言うんだよ。落ち着きなさいヒルガー、人狼がのこのこと私が人狼ですなんて名乗り出るわけないでしょ。私が人狼だったら結構無言になっちゃうな、怖いから。探し出さなきゃいけないのよ、そう私たちでね。でもエーベー、その人狼はどうやって探す、見た目で判断できるとは思えないが、大丈夫、
手がかりはあるわ。人狼の出現によりこの村に一人の占い師が覚醒したはず。占い師は一晩に一人対象を決めて、その人物が人間であるか人狼であるかを識別することができるのよ。その占い師から情報を気にして人狼を見つけていきましょう。はーい、それでは早速その占い師に出てきてもらいましょう。占い可愛いな、このカミングアウトの指示が必要です。おお、なるほど。指示する、カミングアウト指示、占い、あ、こうやって一人だから全部やるんだね。占い、カミングアウト、フィルが、あのホルカーは白よ、白だし、占いカミングアウト、え、どういうこと、複数いるの人狼、もしかしてここ、カミングアウト白、どういう意味だい、カミング、あ、CO とはね、カミングアウトの略よ。白というのは人間判定という、そうそう、黒が人でってことね。つまり、私の言葉を要約すると、私は占い師です。ホルカーを占った結果、人狼ではありませんでしたってなるわけ。なるほど、わかりやすい。一晩に一人しか占えないというのは、歯がゆく感じるわ。しかし、二人も占い師がいるなら、その人狼とやらも、割とすぐに見つけ出すそうな、頼もしいかい。ホルカー言ったでしょ、占い師は一人だと。だからどちらかが偽物なんだよ。簡単な話だ。これが本物の占い師。そしてそこのお嬢ちゃんは偽物の占い師ってことだ。まあ、この人から見ればそうなるわな。なんだって？ヒーハーが偽物だと？でも、なぜ占い師ではないものが占い師を自称するんだ？おかしいじゃないか。まあ、大体予想はつく。つまるところ、お嬢ちゃんは人狼サイドってことだろう。自分が占い師だと嘘をつき、村を混乱させるのが目的じゃないかと睨んでいる。一人やったらね、占い師です対抗はできないんだよね。占い両方すれば終わりだから。だから複数いるってことだね、人狼も。そんな、A 派が人狼サイドだってとても信じられないが、騙されないで、これか、私が本物の占い師、嘘をついてるのは、ハイリンギーヒーの方よ。おいおい、俺は探偵だぜ。嘘つきはどっちだよって話だ。あ、探偵が占いを引いたんだ。むちゃくちゃだ。何が起こってるんだい？私にもわからないわ。ただどちらかが嘘つきというのは間違いないみたいね。二人のうち片方は確実に偽物なんだろう。だったら簡単な、二人ともやってしまえばいい。うわ、それだと後は殴り合いになってから運になっちゃうからな。頭がいいな。マテウス、そうだ、どちらかが元凶の一人だってんだ。二人とも処刑してしまおうぜ。待て、早まるな。偽物が混じってるとはいえ、もう片方は本物なのだ、じゃと。占い師がいなくなれば、人狼を探す手がかりがなくなってしまう。まだ処刑すべきではない。うん、初日はね、様子を見た方がいいな。じゃあ今日はどうするんだ？そうじゃな。占い師候補の二人を除いたものから容疑者を選んで処刑するしかあるまいて。こういう場合はグレランって言います。グレーランダムっていう感じ。まだ白も黒もわからない人をするって感じ。待ってくれ。僕は占い師の A 派に人狼ではないと証明してもらっている。A 派が本物の占い師と仮定した場合、僕も容疑者候補から外れるなら私もだな。タイニーギーヒーに人間判定してもらっている。でもどちらかにその占い師の結果なんでしょ？信じられないよな。ああ、そうだな。怪しいぜ。偽物なら何とでも言えるしな。どちらか本物かわからない以上、その占い師の結果も信じられるものではないということか。しかし、やはりどちらか本物の結果であるのは間違いない。とりあえず、ホルカーもレテーナも効果外して。あ、この作者さんもプロだな。プロっていうか、人狼すっごいやってるね。っていうか、こういうゲーム作るから、詳しいのか。さて、いよいよ処刑が行われます。処刑者は投票による多数決で決定するのですが、その投票方法にはいくつか手段があって、指定投票、自由投票、グレランの3つの中から選んでいただきます。あ、グレラン出てきた。専門用語。専門用語なのかな。今回のように、占い師や、その占い師に占われている人たちを投票可能をグレラン。あ、親切。私、フライング気味にさ、説明しなくても、ちゃんと分かりやすく、こうやってまとめて説明してくれるじゃん、作者その人が。もういいわ。私の変な説明より、こうやって作者さんの的確な説明の方が分かりやすいわ。白か黒か分からない人たちをグレーと総称し、その中からランダムで処刑者を選ぶ。グレーランダム。的確な説明だ。それでは、
実際にグレランをやってみましょう。はい、じゃあグレランしよう。投票へグレラン。お、4票で大工さんが処刑されます。大工は残そうよ。どうすんの今後の家とか。青年とかいらないやつ、いらないやつって言っちゃいけんな。全員必要だけど、大工は一番必要じゃないか。てめえら覚えとけよ。投票の結果、大工イヴァンは処刑されました。っていう感じでなっていきますね。はい、次の日3日目になりました。一旦ここで終わって、次回に、続きは次回にするかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チョメでした。じゃあね、バイバイ。こんにちは、チョメです。前回の続きです。3日目、宝石商、ザムエルは無残な姿で発見されました。もしかしたら繋げてるかもしれないけど、ちょっと一応パート2っていうことにしときます。うん。今度は、ゼムエルさんが、クソ、人狼どもめ。頼りになりそうな、御人であったが、故に狙われたのだろうか。残念だ。悲しんでいる暇はないわ。占いカミングアウト、マテウスは黒。こいつが村を襲った張本人だったのよ。占いカミングアウト、ベアテギチュさんは白だ。すまねえ、俺は見つけられなかったぜ。これもまあ観念だよな。黒出ししてるけど、今強人はいない設定なのかな。今はわかんないな、ちょっと後から見てみよう。 A は黒というのは、いや、なんとなくわかるんだが、黒は狼ハンチという意味よ。マテウスを占ったら彼は人狼でしたってこと。こいつが人狼で無実の市民を黒って言ってる可能性もあるからな。はっ、俺が狼になって、嘘はいけねえな。ええー、はよ。あら、私は納得の結果なんだけどね。あなたが怪しいと思い占ってみたら案の定黒だったってだけ。昨日の発言を思い出してごらんなさい。あなたは占い師候補の私たちに対する心を煽り処刑するように指導を仕掛けた。確かに村人視点ではどちらかが本物かわからない。だからといって、あの態度は不自然極まりない。占い師を消したい狼にしか見えないわけ。なんだと、この子、適当なことばっかり言いやがって。おっと、何をするつもりだ。おう、見りゃわかんだろ。この嘘つきにお仕置きしてやるのさ。私に勝てるつもりかしら。エイマは少し黙っていろ。強気だな、剣士。待て、私にはこう見える。占い師に見つかった狼が学上したふりをして占い師を襲おうとしているのではないかと。違う、俺は人間だ。その男に狼だと言い上がる A 派は偽の占い師だからとっちめる。それだけだ。まあ、わかるけどな。私たちには A 派が本物の占い師か偽物の占い師かわからない。同時にお前が人間か人狼か判断する術も持たない。処刑先はあくまで話し合いで決定するべきだ。そうでなければ力を持つ者が自然と主導権を握られてしまうからな。うん、でもこれで実際もう狼側はわかるよね、占い結果で。あ、うん、っていうかもう、わあ、っていうか2人が、やばいや。狂人は、狂人の話しか出てないから、狂人の話はしたらちょっとややこしくなるからしない方がいいか。し、わかったよ。だから覚えておけ。俺が、要、ここを、収めるのは俺が人間だからね。よく吠える狼ね。こちら、こらこら、煽らないの。さて、それじゃあみんな聞いてくる。くれたんだぜ。実は俺も能力者だった。おお、なるほど。え、君も占い師だったのかい？いや、違う。霊媒者、霊能者、霊能者だぜ。占い師のように狼を見つくことはできないんだけど、霊能者？霊媒師のことじゃない？その代わりに、昨日処刑されたやつが人間か、人狼かを見返すことができる。この能力の結果、昨日処刑されたイヴァンは人間だったことが分かったぜ。イヴァンは無実だったんだ。そんな、じゃあ私たちは罪のない人間を処刑してしまったというの、もうやめようよ。と、処刑するなんておかしいよ。いや、仕方がないと割り切るしかない。何もしなければ俺たちは全員人狼の餌になってしまうのかな。それで今日はどうするんだ。いい加減方針を
決めないとまずいですか。そうね、かあ、今1人しか出てないってことは、霊媒が1人しか出てないってことは本物だね。じゃあ1日目はやっぱり村人だったのか。で今回で分かるね、黒出しされた人を釣ってみたら白か黒って分かったら太鼓がいないんだから。でも初日に狩られた人が霊媒だったって可能性もあるけど、さすがにいっぱい人がいるからね、ないと思うけど。私たちにはまだエーファが本物の占い師かどうか分からないけれども、能力者のカヤ君がいれば結果を照らし合わせて確認できると思うの。でもカヤ君の結果を聞く前にカイ君が人狼に襲撃されたらどうするんだい。村にはもう一人の能力者カイドがいるはずよ。その人にカヤ君を防衛してもらいましょう。あと私オンラインで勘違いしたのが、カイドと騎士のね違い、これに関しても最初ちょっとオンラインでねちょっといろいろ苦労したからね、ちょっとそれの違いもね、まあ、オンラインに行った時はちょっとね見た方がいいと思います。カイドはあの連続で守れないけど、騎士は連続で守れるって感じで、ちょっとオンラインではありました。カイドっていうのは最初1人選択して、その人を序盤だけ人狼の襲撃から守ることができる能力のこと。ただし仮には自分を守ることはできない。だから占い師や霊能者のようにあまり表に出てこれない能力者なの。まだ生き残れているか保証はないけど、それでも護衛先を支持することはできるわ。やってみましょう。ほう、はい、やってみましょう。カリードに護衛先を出す場合は支持する、あの指定支持、指定護衛で行われます。護衛してもらいたい対象に10マークを移動させてみてください。ちなみに間違えて別の人を指定してもらった場合は消しマークを重ねれば解消できます。おお、指示する、これチュートリアルだからね。指定指示、指定護衛、誰だ、誰を守るんだ、この人か。01、あ、10マークを超えてつけるのか。え、いいんだよな、ね、あ、違う消しマークか。あ、そういうことか。こうやってやったらほら色がつくでしょ、こうやって。うん、でも1人しか守れないからこんな感じでやるのか。あ、でこうやってあの、まあ、左をクリックをしてスライドさせると見れるみたいだね。だから霊の、今回霊能者、あ、霊能者っていうのかな、霊媒っていうか、まあ霊能でも霊媒でもいいか。今回これでは霊能になってば霊能っていうか、霊能を防衛するって感じに戻る。それじゃあ今日の処刑先だけど、やっぱりさっきも言った通り、やっぱりマティウスさんを処刑するべきだと思う。うん、確かにね、それがいいドラな。もし狼であれば処刑すべき対象だし、仮に人だったとしてもエーファの偽が判明する。どっちに転んでも悪くはないってこと。だから僕も賛同するよ。ということで、どうやら村の総意が決まったようですね。今日はこの人を処刑したいという時には、指定投票を行います。指定投票は支持するから選びます。指定する、指定支持、指定占いで困るんだ。指定投票、ちょっと待ってよ。え、だった、マテウスさんだよな。マテウスさん、ちょっと待って、俺をちょっと待って、私に人の名前と顔が覚えられないんだ。ちょっと待ってくれ、誰、どの子。困った。え、どういうことだ、これ何、黒、あ、これが1日目白、2日目白って感じか、この占い師の。あ、これ何、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、あ、これが黒ってことか。あ、これ段落がついてるの、段落、これか、黒が出てるか、これ多分黒丸だから、この人の問題に黒丸が出てるって感じで、でこれが白丸、白丸だけど、ちょっと待ってね、この記号とかも、これ下に名前が出てたら分かりやすいんだけど、名前が出てないから分かんないわ。ちょっと難しいな、難しい。まあちょっとチュートリアルだったらこの通りやってみるか。これね、黒ね、多分この人だと思う。投票へ、正当に、あ、投票先、あ、この人はまあ別の人にあるよな。これが村の決定か、納得いかねえな。ちょっとぐだってすいませんでした。うん、本当にぐだってごめんなさい。投票の結果、
傭兵マテウスは処刑されました。で4日目、まだ噛まれるんだろうな。4日目になりました。あーまだいるか、それかさっきの人が違うか。いや無難だ。だからやっぱり守るって、ついに俺も狼を見つけたぜ。だねカミングアウト。ホルカーは黒だった。僕が狼だとバカな。だって僕は映画に人狼ではないと証明してもらってたはずだ。だから言ったの言ってるだろう。俺が本物のない映画に偽物、偽物が狼に人間判定を出してしまうけど、ちょっと霊能者ちょっと観察的仲間は釣られないように狼に人間判定を出す。これを俗に囲いと覚えておきな。ああ囲いね、覚えとかないと。その日一時直すな。霊能カミングアウトマテウさんは黒、平和が本物の占い師だったんだ。もうこれは言い逃れできないよな。最初の方に霊能が噛まれてて、この人が人狼だったらまた変わってるけど、オオカミが釣れたのは嬉しいことだけど、エーファは人狼に襲撃されてしまったわね。喜んでばかりいられないわ。エーファの結果とカヤ君の結果がつながったということは、エーファが本物だったってわけだな。マジ、マジな、早とちするんじゃね。教授いないから、だから偽物の占いまで。あ教授が出てきた。エーファは確かに人狼ではなかったから、おそらく教授だ。そう考えれば、ツイッターは合う。教授って人狼サイドの人間のことだ。人の身でありながら村の破滅を願う、こっちくるってったやつのことを示す。こいつは人狼ではないから人を襲う力もねえ。さらに仲間であるはずの人狼の正体にわからねえ。そんなトンチンカンの野郎なのか。人狼の仲間なのにその仲間が誰だかわからないっていうのかい。そうさ、だからおやつらは狂人と呼ばれる。もしかしてその狂人が適当に出した狼判定がたまたま狼さんに当たっちゃったってこと。うん、よくある。よくあるっていうか、たまにあるね。うん。察しがいいな、お嬢ちゃん。おそらくエーファは、みんなを村に使わせる目的で、村人を狙って狼判定を出したんだ。でもね、ほとんどは売らないって可能性。余計なこと言えば、私も初心者だからね、オンラインでは。オンラインではみんな上手いんだよ。勝てないんだよ、マジで。もっと頑張ってね、もっと勉強してね、勝てるようにならないといけない。一応負けてばっかりだから、今私も。人のこと言えないから。ところがさ、仲間のわからねえ教訓は、誤って狼に、カミハって出してました。それを見た狼は映画を本物の占い師と誤解して襲撃してしまったってことが、狼に狼判定を打った占い師を本物だと勘違いしても当然だしな。それを狂人の誤爆という、覚えておいて損はねえで。偽占い師、人間の僕に狼判定を出したお前が本物であるはずがないじゃないか。でもマテウスさんと同じこと言ってたよね。そしてそのマテウスさんは人狼だった。昨日と供給が違う。僕はエイファに人狼ではないと言われてるんだ。でも狂人の可能性がある以上、エイファも本物の占い師だという証拠がないということなのかな。頭がこんがらがってきたよ。噂によると村には2匹の人狼と一緒に思い込んだ。それさ、最初に言ってくれよ。今聞いたの私は。わかんなかったわ。ちょっと、レナーテさんさ、それさ、一番最初に言おうよ。これ重要だよ、一番。今までなかったよね。うん、なるほどね。そしたら、占い師と狂人っていう可能性もあるよね。あ、俺もそう聞いている。マテウスは人狼だった。それはハイリーフが本物の占い師であっても同じ主張ということでいいな。そうだ。だからこそ、狂人であるエーファが襲撃されたんだ。そういう能力者のカヤもマテウスを人狼だと主張しているなら間違いない。そしてホルカーも人狼だとこう言い出した。なんでカリーゾは守らなかったんだ？あの黒出しした占い師を。あ、私守ったっけ？え、どうだったっけ？霊能は治ったんだ。そうだそうだ。霊能は治ったんだな。霊能は大切だからな。ああ、そういうことか。ああ、ちょっと勘違いしてました。すいません。ああ、何度も言ってる通りだ。うん、そうか。ならば、私は、ハン・イ・ン・イリフを処刑すべきだと主張する。なんだと？
村に潜んでいる人狼は人気、そしてお前はすでに人気の人狼を見つけている。たとえ本物の占い師だったとしてもお前には占うべき相手はいないはずだ。確かにそうだが、だからってそれはあんまりだろう。私も賛成よ。平和が周知された以上残念だけど、やっぱりハインリヒは残せる場所でもないわ。本物が周知されたから偽物は処刑する。道理だけ。そっか、ハインリヒさんが本物であってももう仕事がないんだね。だったら毎回ハインリヒさん悲しいな。無断だな。だが偽物にそう惜しいタイプじゃないか。いやー、でももう黒出しした方に行ってみるっていうのも、あ、でももしかしたらっていうのがあるから、やっぱりなんか冷凍場この占い師に入れとった方がいいのか、うん、そうだよな、 PP されないためにはね。もし、はい、こっちももう一つ、まあいいや、ややこしくないからこの言う通りにやろう言う通りやる。あ、私の初心者の回数でなんかさらになんか変な動画になって、もう変な実況になったらいけないから、チュートリアル通りにやりましょう。はい、次へ進む。俺を釣るなんてどうにかしてるぜ。まあね、ちゃんとチュートリアルが終わったら自分の意見でちゃんと実況してやろうかな。投票の結果、探偵ハインリヒは処刑されました。まだ残ってるよな、それで狂人ってわかるんだろうな、これで。え、大丈夫？5日目になりました。お、マジか。犠牲者はいませんでした。犠牲者がいないよ。大宇佐美さんに止める必要はないのかな。え、ちょ、狂人どこ行った。え、狂人は、え、本当だ、人狼の脅威は去ったんだ。いや、おかしいな。ならば北側の遠吠えは何だったんだ。されてる場合じゃねえ。え、霊能貫通アウト。ハイエンシロだと。え、え、え、本物のないしか、あるいは霊の狂人か。とにかく人、あ、なるほどね。狂人だったってことだね。じゃあ、多分。うん、まあ、まあ、占いかもしれない。回ったってことか、カイユーノが。誰守ったんだろう。でも、霊能を守ってるから、連続で守れないから。うん、市民守ったのかな、どっかな。あ、白出ししてた市民を守ったのかな。ということは、まだこの中に人狼が残っているってわけね。さやくん、君の力で、ハイリヒが、本物の占い師だったかどうかわからないのか。無茶言うんじゃねえぜ。それがわかるのはあくまで人狼かそうじゃないかだけだぜ。じゃあ、ハインリヒさんが本物の占い師だった可能性はまだ残ってるんですかね。あ、そっかそっか。なんか私また、なんか変なこと言っちゃった。狂人だったとか言ってたから、そう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 。だから、最初に、噛まれた占い師が狂人で、間違えてっていうか、間違えてっていうか、本当に偶然黒出しで当たって、ハイリヒさんが本物の占い師で、黒って言ったっていう可能性もあるんだ。そうだそうだ。ちょっと私の頭がちょっと混乱してたわ。そうそう、そういうのもあるんだ。ちょっと待ってくれ、またその話か。何度も言ってるだろう。襲撃されたエイファが本物の占い師だったんだ。エイファさんがもしかして狂人でね、囲えてなかったから、なんて言うんだろう、人狼が早とちりして噛んだって可能性もあるから、なんでそこ俺が理解できる。確かに仮にハインリヒが本物の占い師だった場合、ホルカーが人狼だということになるが、ホルカーが人狼ならば自分に人間判定を出している。エイファが狂人だと分かっているはずだった。人狼が仲間である狂人をわざわざ襲うかと言われると、あー、確かにそこもあるよな。あのね、もしかしたら私の思い出したかもしれない。お、なになになに、エイファお姉ちゃんを狂人だと分かってた上で、あえて襲った。あえて襲うことないんじゃないのか？人数多いから。まだ序盤だから。それはないと思うけどな。なんだと？襲われた占い師が本物だって考えるのはすごく。確かに、でもそれはあるかもしれないな。私もちょっと勘違いし、人狼の思うつぼにハマったな。うん。これ、ちょっと待って、この作者が、チュートリアルだけど、この作者さん、人狼のプロだぞ、多分。プロっていうか、慣れてるわ。ちょっと、私もチュートリアルだけど、結構、そんなの余計なこと言わない方がいいかも。チュートリアルより、ちょっと、実況した方がいいかもしれない。わから、何を言ってるんだ、この子は。いえ、私たちも考えに抜けてたわね。十分あり得る可能性だわ。目から鱗だぜ。そう考えると、確かにボルカーのエイファに人狼ではないと言われた主張が、くどすぎるような気も。おい、待ってくれ、冗談だろ。僕は人間なんだ。無実だったらごめんなさい、ポルカ。でももう引き下がれないのよ。俺は、
許せなんて言わないぜ。バイバイ、ホルカーに行くよ。レアトさん。レアトさん。まあいいや。指示する。ちょっと、シュートギャルローズにやりましょうね。0-4。だから、これに入れればいいのかな？プロだし。ちょっと、これの見方がね、いまいち、ちょっと、まだ、私初めてだからわかんないんだよね。これ、プロついてるからいいんだよね。で、これで、戻るね。投票。で、これで、いけるはず。あ、こんな時、エーファならきちんと反論できるだろうに。投票の結果、ソーセージ、フォルカーは処刑されました。そういうことか。どうなる ?6 日目になりました。お、え、ちょっと待って、頭が混乱してきた。あー、もういいや。自分の思ってることは、ちょっとやめてチュートリアル通りにやろう。洗濯女、あ、洗濯女。黒い山田の姿が発見され、そう、塗られたぜ。例のフォルカーは白だったぜ。これでハイリングはパターン。メディアでエヴァが、あ、やっぱり本物だったんだね。私も騙されるところでした。うん、確かにな、発覚したぜ。もういねえけどな。あー、やんべえ。うまくできてるわ。ひどいよ、私と沼まで騙されていたの。ちょっと、私は最初から言ってるけど、ベアとか怪しいって言ってるからね。悲しんでる暇はない。今日で決着をつけなければならない。もう僕たちには後が残されてないんだよ。パーベルの言う通りだ。今日の投票で人狼を処刑できなければ村は全滅だ。皆が人狼の餌になってしまうだろう。さて、じゃあ誰を処刑するかって話だが、俺はベアトリテに一票だ。フォルカを処刑しようと言い出したのもこいつだしな。怪しいぜ。俺はレテーナーさんを疑っている。ハヤニーさんが偽物で発見したとき、今そのハヤニーさんに人間判定を出されているのはやっぱり怪しいと思うんだ。でもそんなこと言ったらベアトリテだってそうじゃねえか。まあ、人狼の白出しは当てにならんからな、あんまり。いやでもね、囲うっていう場面ではまあ参考になるかもしれないけど。いやでも私なんか自分の考察言って全部外れてるっていうか、なんかトンチンカンなこと言ってるからね。私の意見はあまり聞かない方がいいかも。このチュートリアル通りにやった方がいいな。僕にはどうしても思えないんだ。こんな小さな女の子は村を襲っている犯人だなって。ユケーナさんも同じ女の子だけど、今自分ができるかもって思ってます。もういやー、もしかしたら夜になると進化するのかもしれないよ。変身ってわかんないけど、いや、謝る必要はない。その考え方は至極合理。何て書いてあるの？至極合理的だ。だが私はカヤと同じくベアトリーチが野心家を睨んでいる彼女のフォルカに対するかかり方に違和感を感じたから。そんなカヤ君もレテーナお姉ちゃんもひどいよ。バットリーチさんは誰を疑っているんだ？誰も疑いたくないよ。これね、ボロをね出したくないからね、そうやって言う人っているんだよね。わからないとき言ったら聞かれるからね。オンラインだと難しいよな。でもどちらかって言われてやっぱりレテーナお姉ちゃんかも。バイエを疑ってるやつはいねみたいだ。なら処刑はレテーナかベッドリーチのどちらかで決めるんだな。さあ、いよいよ大詰めです。村人たちの議論の結果、本日の決めはレナーテかレアトリーチに決まります。それでは最後の決断です。人狼だと思う方に正投票してください。わー、これいつポジって言うんだよ。指示する。指定指示、指定投票、これかな。レアトに入れます。投票、指定投票。お願い、私を処刑しないで。私はカリウドなの。え、処刑した人が何らかしの能力者あれば、このように回避カミングアウトをすることがあります。ただし、この回避カミングアウトは本物の能力者でないもの、つまり人狼や強制もしてくることがあるので見極めが必要です。それとは相手もカリウドカミングアウトするよな。回避カミングアウトが遅い場合、先ほど言った正当より上手にキャンセルされます。このカミングアウトを見て、こちらも新たに指示ができたり、投票先を変えたりアクションをさせるということです。今回はベアトリスがカミングアウトをしましたが、他に彼女がいないか聞いてみましょう。いや、出るでしょう、そりゃ。指示する。カミングアウト指示、カリウド指示。その子の涙に騙されるのは私が本物のカリウドだ。出るしかないもんな。カ
仮にこの人が人狼だったとしても出るしかないよな。今度はカイルが2人かよ。いや、でも冷静に考えてみればこの2人のどちらかが人狼ということだ。僕たちの選択は間違ってなかったってことだ。うん、このまあ絞れたっていうのはいいよね。前向きな考え方だ。だがその通りだぜ。あとはどちらかが偽かってことだ。私を信じて、レデーナお姉ちゃんが人狼なの。見誤らないでほしい。村の命運はお前たちに握られているのだからな。二人とも嘘をついているようには見えないぜ。どっちが偽物なんだよ。わからない。でも見極めなくちゃ。間違えるわけにはいかないんだ。そうだな。人狼どものせいで村がむちゃくちゃになっちまった方が、せめて俺たちだけでも生き残らなくちゃならねえ。人狼ども？そうか。何かわかったか。カヤ君ありがとう。おかげでヒントをつかめた。そうだよ。この村には2匹の人狼がいたんだ。そっから答えがわかるかもしれない。どういうことだ？いいか、よく聞いてほしい。イーファやカヤ君のおかげで僕たちはマテウツさんが人狼だという事実にたどり着いた。ああ、そうだぜ。そして思い出してほしい。4日目、ティール君が人狼に襲撃された日のことだ。僕たちは何も情報がないまま直感だけで容疑者を処刑したことに覚えているかい？忘れるわけがないで。それで無実のイヴァンが処刑されちまったんだから、その日の投票結果を見てほしいんだだけど、なんとレテーナさんマテウスさんに投票していたんだ。なんだって？なるほど。あの日私が偶然にも狼に投票していたことで私への疑いが晴れるわけなんだ。ああ、投票履歴っていうのがあるからね。ちょっと待ってよ、そんな偶然と片でもね、オンラインやるとね、上手い人は初日で仲間の人狼、グレランなのに仲間の人狼をね、勇気出してね、投票してる人とかいるからね、オンラインだとわかんないんだよな、また。レティーナお姉ちゃんを信じちゃうっていうの。上手い人が多いからな、ほんと。確かにレティーナさん、アマテウスさんに投票したのは偶然だったかもしれない。でもこの投票を何回繰り返しても、まあ後半はね、さすがにないと思うけどね、なかなか、目打ち切りぐらいにならないと。でもこの投票を何回繰り返してもベアトリーチェスちゃんがマーティウスさんに投票することはないと思う。なぜならオオカミは中野もオオカミを誰かを知っているから。もしレテーナさんがオオカミだとしたら、あの日の投票結果はとても不自然なものになるんだ。誰が処刑するか分からない状態でオオカミが仲間であるマテウスさんに投票すると思うかい？その人数での一票は、うん、確かにこの人数はね、後半は結構重たいからね。もしレテーナさんが狼だったとしたら、リスクは高すぎる。そんなのわからないよ。疑われてたからあえてやったっていうのもあり得るじゃん。まあ、あえてか。もう騙されないで、やっぱりお前が狼なんだ。ごめん、ベアドリーケちゃん。疑いたくはなかったけれど、僕も君が狼だと思う。うん。嘘でしょ。ちょっと話して、私は狼じゃないの。話し合おう、まだ間に合うよ。やめてー。お、終わったかな。自動的に、なるほどね。これでめでたしめでたしってわけか。しかし奇妙な事件だったな。ふむ、人狼ね。まあこの時代にそういう獣がいたとしても不思議ではないのか。お待ちください、これは真相ではありません。え、終わりました。あ、ちゃんと結果出るんだね。村人2番村人。村人の勝利、人狼の血を攻撃することに成功。はい、では以上でチュートリアルを終わります。今度はね、やれたらちょっと自分でやってみようと思います。スタートであるのかな。あ、簡易村とかあるね。うん、では次回はそれをやってみます。最後までご視聴ありがとうございました。チョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。